はっ、よいしょ、こい。めった切れにしてるけど、もう一度使う。あ、これ使ってみよう。インフィニットエンド。これなんか新しいわ。インフィニット、お、回ってる回ってる、エンドすげえ回ったな3回転ぐらい余分だったんじゃないか。よし、とりあえず主人は倒した。あとはこの犬どもだけか。いやです、マジック、炎効くんじゃない。炎弱点だったよな、知らんけど。この犬系は炎が弱点だった。おい、かわされた。なにこいつ、ほら、かってえな、この犬。カッチカチだな。はい、カウンター、ナイス、決めていくぜ。からの、バーストスラッシュ、ほら、よし、倒した。おお、ファンファーレここで鳴るんだ勝利モーション、いいね、野村今のあれですよ、プレステ版の勝利モーションの再現です。剣回すの、なんとクラウド&エアリスティ、やったぜ。オッズがね、もうオッズ的には20倍ぐらいになってたんだけど、やったー、クラウドエアリスにかけたやつ大儲けじゃないか。これ分からん、優勝したら払い戻されるのかな、分かんないけど。選手は拍手して、ありがとうまずは1回戦突破だね。そうな、どうした、どうかした、浮かないか、ルールが曖昧すぎる。どういうこと。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。あ、その魔獣ありみたいなことか。いや、期待するな、用心していくぞ。まあ、ルールなんて合ってないようなもんなんじゃないか。あ、ちょっと待ってよ、自分の部屋で休憩できたはず。 HP 回復させたいな。開けた、ガチャあり、よし。はっ、アナウンスが。ちょっと待って、休ませて。エアリス組、いや、ちょ待ってよ、まもなく試合が始まります。休ませてくれ、ベンチに座るだけ休めるから。入場ゲートまでお越しください。全ての傷が回復するから、ちょっと待ってくれ。よし、全回復。あ、てか花束が来てる、よく見たらありがとう、誰からの花束だよこれよし、2回戦行くか。おい、行くぞ、鎖あだ名、鎖。運よく勝ち上がったな、うん、ただ次はそうはいかないぜ。あ、そうなんですか、準備はいいか。オッケー、どんどん来いよ。あ、もう準決勝なんだ。無理はしないことだな。なるほど、3回勝負かな、次が準決勝で、でその次決勝戦やって優勝か。あ、結構簡単、出た準決勝第2試合。こいつら毎回前説するんだよ。まずは初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップル、カップル扱いされてる。空気読めよ、なんだクラウド&エアリスの入場です。全然歓迎されてないな。いや、めっちゃ強かったじゃないですか。ブーイングされてる。あ、やっぱりオッズを狂わせてしまった。大しますわ、廃墟からの刺客。ほう、盗んだものは数知れず。廃墟からの刺客、アウトローの町から弾かれたアウトロー。え、誰、皆様お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。いいから、そういうのさっさと始めようぜ。極悪卑劣、あ、ベグ盗賊団の入場って。え、あいつらじゃん逆焼き土下座やってやったあいつらじゃん、やっぱり。お前ら1回戦勝ち上がれたの。あの人たち、え、弱かったけどな、そんな実力あったのか。ここでやったが、お前背中の火傷大丈夫、なんだそのしゃべり方。100年も経ったか。もういいよそのくだり、もうやんなくていいよ。嫌がる、おかかってこいよ、こいつは2回戦も楽勝そうだな。あ、なんかめっちゃ増えた。これはどういうことだ。え、何これ。どうやら盗賊チームは初めてエントリーしたようですね。あ、そういうのもありな、人数制限ないの、ルール無用。あ、なるほど、ドンコルネオが OK。 なんだこれ、はっ何このアニメタッチのコルネオラインスタンプ。だぜに無勢、ここに極まる。いや、まあ、予想が予想されます。いや、まあ大丈夫でしょう。見失わぬよう決して目を離さないでください。マジ視界うまいな。それでは準決勝第2試合レディー。よし、まあ多人数戦のやり方心得てるからな。ほら、おい、ハマったらこれをラピッドチェーン。ほらほらほら、よし。いや、これマジで強いからな。集団戦はとりあえずラピッドチェインだけやっとけば OK。 大半は勝手に死んでいく。よし、はい、ラピッドチェイン、ラピッドチューと呼んでくれOK。 エアリスで、はい、ファイラして、おら、よいしょ、これで最後か。あ、まだ耐えてる、耐えるな。よし、
楽勝やった。あ、これよく見たエアリスもやってんだ、ね、勝利も。敵を次々となぎ倒し勝利を手に入れたのは、あ、死体が死んだのかどうかわかんない。なんと削ってる削ってる、エアリス削ってるから、しょうがない。直しとくか、これひとまとめにしとくかスタッフさんがね片付けやすいようにちょっとひとまとめにしとこう。クラウドよいしょ。こいつなかなか押しにくい。よし、オッケー、すっきりした。いい気になんないよ。なんだよ、掃除の後は気分がいいだろう。邪魔、とっとと控え室へ戻れ。ごめんて、よかれと思ってやったんだけど。控え室どっち、こっちか。お待たせしました。よーし。お、サムサムってこんな、なかなかやるじゃねえ。VIP席に入れるようなやつだったんだ。そりゃそうさ、私がもんだからね。マダムマム、それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。なるほど、やっぱりあの手を見て参加させたの、うん、この街じゃ珍しくもねえよ。ハニーガールがいるの知らん。お互い決勝だな。お互い決勝、あ、そうなんだ。サムも何か出場させてるってことか。変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。隣のハニーガールがめっちゃ気になるんだけど。またお前のところに転がり込むさ。何この関係性。いや、いらないいらない。人生で唯一の汚点だよ、まったく。この背景いる。アニアン様。あ、出た。美しいですね、アニアン。ミツバチの館のナンバーワン。それっぽいやつだな。次、決勝だね。お、いよいよ決勝か。ずっと浮かない顔してるな。浮かない顔してるね。相手がまともに来るとは思えない。まあ、常に浮かない顔だけど、うん、サクラードは。でもここまで来たらあと一歩、二人で頑張ろう。手もみ屋の時だけ唯一浮いた顔してたの、楽しそうな。よし、じゃあベンチで休憩して。ベンチで休憩したら傷が癒えるってすごいよな。まあ、クラウドはさ、ソルジャーだから100歩譲って治癒能力がすごいみたいなことで納得できるんだけど、なんでエアリスまで回復してるんだ。入場ゲートまでお越しください。座ってもないしな、エアリスは。エアリスの方がすげえんじゃないかもしれない。おー、なにこれ。あ、花輪がめっちゃ来てる。ちょ、エアリス当てばっかじゃん、そんで。クラウドに、クラウドに一個も来てね、人気ねー。それ言ったよ、まぐれじゃなかったんだな。おー、鎖。決勝戦準備はいいか。おー、もちろんだ。決勝出場する。俺はあんたらにかけたからな。あ、そうなんだ。頼んだぞ。最初結構ぶっきらぼうな扱いだった気がするけど、かけてたのが。ツンデレゲート。皆さん、お、大変長らくお待たせいたしました。まあやるよな、まあ挨拶。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。ラスト一試合か。サムの資格だよ。の我々も同じです。かかってこいよ、サムの資格。物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。マジで司会うまいな。なんなんだこいつらの。トークスキルは。まずは小柄ながら並いる強豪を華麗になぎ倒し、お、大いに盛り上げてくれました驚異のカップル。まだカップル扱いされる。マダムマム推薦、クラウド&エアリスの入場です。よし、やるか、決勝戦。おい、いや、さすがにファンついてんだろ、2回も勝ち上がったらさ。エアリスには花も来てたしな、クラウドには来てなかったけど。クラウド結構こういうの気にしそう。引きずって落ち込むぞ、大丈夫。対するは優勝回数5回。お、すげえ、5回。再起不能した相手は数知れず。サム、すげえ。要員送りは当たり前。誰だ。ゴミ掃除はお任せあれ。ゴミ掃除、断罪の処刑マシン。処刑マシン、そこもサム推薦。ロボットかよ。カッター&スイーパーの入場です。カッター&スイーパー、え、スイーパーってあれ。あ、ちょ、こいつらかよ。ちょ、シンラのロボットじゃないか。あ、ロボットもありなの。そうなんだ。シンラの機械兵器か。マジで何でもありだな。そんなのあり。なんでサムはこんなん持ってんの。あの人シンラの人だ。
100万ギロは一体誰の手に。いやまあでも2体とも戦ったことあるし。泣いても笑ってもこれがラストだ。まあ倒せるでしょう。これでは一決勝戦レイファイ。よしやるぞ。まずはカッターからかな。カッターマシンからかな。よし、左右のカッターを潰すぞ。まず右カッター、ほいサンダラ、オッケー。結構削れるな。まあまあいけるだろう。まずは V 破壊、 V 破壊狙っていけクラウド。はいサンダラ惜しみなく使うぜ。よし右カッター破壊、あとは左カッターだな。よしよし、まあ、カッターさえ潰してしまえば割とそんな大した敵じゃない。ほらエアレスイノセンスフォース、これ使ってみるか。範囲攻撃、ちょ見えない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 、イノセンスフォース、おお発動した。よく見えなかったけど、オッケーバスト。よしあとはスイーパーだけ、オッケー。いやゴリ押しでいけるだろうスイーパーは。こいつもまあまあ待てよ、ほらほらよいしょ。まあサンダラで、サンダラ安定だな。オッケーいいね、削るね。ほらサム泣いてんじゃん、サム泣いてヒゲを濡らしてんじゃん、自慢のヒゲを。あ、ユミニット、あ、終わった。よし。あ、爆発してる、爆発してる。巻き込まれちゃう。なんてこったやった。いや、まあ楽勝だったの。大した敵じゃなかった。決勝戦の頂点に立ったのはなんとクラウド&エアリスチーム。いやー、これでなんだっけ、マダムマムがエアリスのドレスを見繕ってくれるんだっけ。うん。サム泣くなよ。あら、意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ってんの。あ、そうなんだ。あんま怒り狂うイメージないけどな、サム。ダンディーだけど。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。ダンディー。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。お、見通されてる。そう、サムは裏表のない快活な男。じゃあサムとマダムマムの関係性いる。賞金をいただこうかしら。お、100万ギルだって。そのことなんだが、マムすまない。レズリー。コルネオさんからの指示で、え？もう一試合行うことになった。もう一試合。それに勝利すれば賞金を払うそうだ。あ、マジか。ちょっとあんたふざけてんのか。いやまあ確かに歯ごたえねえなと思ったけど。コルネオさんの指示で。決勝戦にしては。まだボスがいたか、闘技場。これでティファを助けられるね。エアリス。その前にマダムマムだ。服を用意してもらうんだ。いやもう一試合あるらしいよ、うん、うん。喜んでるところ悪いね。マダムマム。残念だけどもう一戦やってもらうよ。敵誰だ。どういうこと。あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。盛り上げすぎた。白熱する試合に客の賭け金も膨れ上がった。はあ、なるほど。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。はあ、つまり賭け金がいっぱい入ったのか。コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。なるほどね。話違う。まあでも今までもずっとむちゃくちゃだったから。わ、めっちゃ怒ってる。ひえー。こうつくばりめ。え。は？じゃあ放送禁止用語。何これ。久々に聞いたわ、放送禁止のピーってやつ。でも仕方ないのさ。最近テレビでもやんないから。この街ではコルネオがルールだからね。まあ仕方ないな。ただ次勝てば、さすがにコルネオだって渋らないだろう。オッケー、いや歯ごたえがねえなと思ってたとこですよ、ビッグマム。ビッグマム、ワンピースだね。マダムマムね。ちょっとややこしいけど。よし、ベンチで休んで。次で最終決戦ね。オッケーオッケー。てか、長えな、このウォールマーケット編。すげえボリュームあるな、ここ。オッケー。まあ、中盤の山場って感じなのかな、このウォールマーケットは。行ってきます、マム。おお、クラウド来てるじゃん。クラウドファンクラブ臨時代表のアキラから来てるじゃん。お、よかったな、クラウド。ちょっと涙目なってんじゃん、クラウド。おい、鎖。あ、ちょっと待ってよ。これ控室ってまだジョニーいんのかな。ジョニーまだここに。お、何これ。あ、サム。あ、やってくれちゃって。あ、サムの控室だったな、ここ。あ、そうなんだ。ごめんな。てかサムお金いっぱい持ってんでしょ、なんか口ぶりからして。マジであんたら最高だよ。自分で直せさ。次も熱い試合を期待してるぜ。おー、行ってくるぜ。準備はいいか。やりましょう。ボーナスマッチ。もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。お、任せてくれ、鎖。頑張ってくれよ。お前の期待に応えてみせるぜ、次の試合でもな。
さあボーナスマッチか。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。こいつは最後まで前説やる。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。うまいわ。そこでドンコルネオより皆様、盛り上げ方がうまい。ボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。ドンコルネオのラインスタンプちょっと欲しいな。これちょっと使いてえな。いやいらねえわ。冷静に考えたらいい。地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル。おーやるか。クラウド&エアリー。チーム名決めとこうよ。次までにセフィロズとかどうか。セフィロズ。お、ファンができている。いやどっちだよ。男も惚れている。すごいなこいつら。変わり身の速さがすげえ。地下闘技場のさらに地下、ほう、地中深く封印されしモンスター、え、今解き放たれる。地中深く封印されしモンスター。我らがドン・コルネオの秘密兵器、おう、ヘルハウスの入場です。出たヘルハウス。こいつ、あ、こんな ボスみたいな感じになってんだ。いやでも確かにな、ヘルハウスクソ強かった思い出があるわ。ボスになってるもん。おお出てくるヘルハウス。めちゃめちゃスモーク焚いてる。出てきた出てきた。こいつなヘルボンバーっていう技がものすごい強かったイメージが。全滅仕掛けるんだよこいつ。強すぎて雑魚的だったけど。ただの家だよね。いや中身入ってるかこれ。おお燃えてる。なんか燃えてる。ただの家じゃないようだ。中身モンスターじゃなかった。謎多き悪魔の家 VS 最強カップル。これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。てかまあヘルハウスがシュールだから。あるわけがありません。だいぶビジュアルがシュール。刻まれるのは確実でございます。盛り上げるねおい。瞬きは厳禁でお願いします。盛り上げるね。それでは最終決戦、よしやるか。上がってこいヘルハウス。おお、なんか撃ってる。何これ、あれなんか機械みたいになってるヘルハウス。これなんか中身クソでかいモンスターみたいなの入ってたイメージ。はい、とりあえず見破る。ヘルハウス、ドン・コルネオの秘密兵器。どうやって建てられたのか謎多き悪魔の。バリアチェンジで属性耐性が変化。はあ、なるほど。弱点属性は変わるのか。 OK、 とりあえずやる。あ、なるほど、今これ燃えてるから氷がじゃあいって、ちょダメージでけ。ちょっと待てよ。ほらほら、あ、普通の物理だとあんま効かないんだ。待ってよ、ブリザードを誰が持ってた。エアリス、エアリスは持ってないのか。あ、じゃあクラウドか。あ、クラウドが今ブリザード持ってるのか。持ってんか、悟空さんみたいな。よし、やっぱ弱点か。いやなんかでもブリザード使いにくいんだ。いって、本作のブリザードさ使いにくくない。なんか時間差でダメージ与えるんだ。まあいや、でもとりあえずブリザードで痛い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 攻めていく。なんか飛んできて、なんか飛んできて。おもてなし、なんだ、なんかやってるぞ。いやでもとりあえずちょっと回復してくれエアリス。あ、エアリース、ちょっと閉じ込められた中に。おもてなしされてる中で、ちょっと待って、助けないと。うわ、エアリス今助けるぞ。ブリザラ、オッケー、よし大丈夫、解放されたエアリス大丈夫。あ、バリアチェンジ、あ、氷属性なんだ、なるほど。次は炎が弱点で、いててててて、そういうことか。いやてか待って、ダメージがでけえわ。ちょっと待てよ、ケアルラ、ちょっと魔法使いたいんだけど、なかなかゲージがな。どうする。とりあえず攻めるか。でも物理が効かないんだよな。いやこいつ結構厄介だな。危ない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 。エアリス、エアリスのゲージを貯めよう。おもてなししてる、また気をつけろエアリス。もうクラウド、クラウドがおもてなしされてる。ちょっと待てよ、ファイラー、単体化して、オッケー、助けるぞ、よし、オッケー、バースト、いいね、攻めるぞクラウド。おら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 、今がチャンス、よしよし、入る入る、いいね。インフィニットエンド決めるか。よいしょ、くる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 クラウド、オッケー。お、ムービー、第二形態か。待て、いやそう、中身がいたはずなんだよこいつ。案外やっけなかったね、マダムマム。これか。アニアン、アニアンが全てを見通している。アニアンの強キャラ感。いや出てくるぞ中身が。てかこいつ結局何なんだろう。
機械っぽいけどさ。おっと、トルネオが作った機械だ。おー出てきた。おーこんなんだったな。いやでも完全メカだな。なんかプレス、うわーめっちゃ来てる。怖い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 、どうすんのこれ、危ない危ない。でもめっちゃ来んじゃん、めっちゃ来ん、いってー、くそ引かれた、くそー。プレステ版だとさ、なんかモンスターだったよね、機械じゃなくて。こいつ何なんだよって思ってたけど、その家はどこで拾ったの。カウンターで決めるか。いやこいつは弱点なんだ、弱点変わってんのかな。ちょっと待って、あ、イフリート呼ぶれ、イフリート呼ぶ。よし、イフリート呼んで、ちょっと待てよ、見破るスタイル、やばい、おもてなされる。おぉ、クラウド、エアリスチェンジ。おわ、イフリート、クリムゾンダイブお願い。よし、あ、でも結構、あ、効くな。もしかして弱、あ、物理が普通に通るようになってる。なるほど、いやでもこっちの方が戦いやすいかもしれない。エアリスがやばいな。エアリス回復、クラウド、大丈夫か。おもてなしされたようだな、これは。おらおらおら、よし、いやでも物理が通るようになったから戦いやすくなってる。エアリス、イノセンスフォース、ヘルハウス、よしやってくれ。おお、バーストした、ナイスだクラウド。イノセンスフォースをやるまでもなかった。強限いくぞ、一角、二角、おい三角、お倒した、いやまだか、んこれはまだ動きそう。第三形態か。本作のボスは絶対何段階かあるんだ。クレイジードロップ、エアリス気をつけろ。あ、おお何、飛んでる飛んだ、これどうしたらいいんだ。え、魔法、魔法か。え、ちょっと待って、魔法の前に回復だ、クラウド、MP 回復、よしよしよし、飛んでる飛んでる飛んでる。なんかカウントダウンしてるけど、ちょっとこれどうしたらいいんだ。でもバリア張ってんだよな、なんかフィニッシュ、はバリアチェンジ、あ待って、炎属性やってる、クラウド、ブリザラ、ほらよし、何言ってー、クソ、ちょっと待って、エアリスがやばい、ちょっと待って、ちょ、ブリザラ間に合ってねえじゃん。いやブリザラ時間差なんだよな。そう、あ、だだだだだ、やばいやばいやばい、壊滅した一気に。待てよ、あ、エアリスのリミット使おう。ちょ、また戦闘不能になってる、エアリスが、やばいやばい、ちょっと待って、もう一回もう一回フェニックス使いたいんだけど、ゲージゲージ早く溜まってくれ、クラウドのゲージが。よし、オッケー、アイテム、フェニオ、エアリス、やばい、シュン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 、危ねえ、エアリスに変えて、リミット、癒しの風、よっしゃ、危ねえ。なんか、トルネオからプレゼントあった、いって、ちょ、待て、マジでダメージがでかい、危ねえ。プレゼントってなんだ、ん、あ、これか、プレゼント、なに、なんか入ってんの、これ、アイテム、おお、なに、は、いや、なんだよ。ちょ、おもてなしされてる、くっそ、釣られた。あー、しかも今風属性か、風属性はクラウドが持ってんだよな。すまんクラウド、おもてなしされ続けてくれ。祈り、ちょ、やばい、めっちゃ強い、どうしよう、ダメージがでかすぎる。回復しながらサンダーアタック、ちょっと待って、風属性ないんだって、誰も持ってない、来た来た来た、ガード、ガードだ、とりあえず、でででで、で、おーいって、ちょ待って、ガード効かないの、そ、やばい、どうする。いやもうゲージ溜まるの待つしかないよな。マジックが使えねー。ヘルジェット何してる、クラウド危ない、クラウド、ちょっとやばい、どんどん死んでいく。レイズ行くか、あ、レイズ MP7 あんま消費しないんだな、ガンガン使っていくか。エアリスを回復役にして、あー、アイスボンバー、待てよ、アイス、アイス、ちょっと待って、エアリス、エアリスがゲージ溜まってない、でも待って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 、また来るんだろこれ、あれ来ないの、なんかよくわかんねえな攻撃パターンが、また飛んだよ、ちょっと飛ぶのやめて、うー、電撃属性、いやだから風待てんやないんだって、これはもうかわすしかないのか、かわせんのか、これ来た、いって、ちょ、いや当たってないだろ今の、いやちょっと謎の当たり判定だったぞ今の。ヘルジェット、やばい、いって、くっそ強い、いやでももう一押し、もう一押しだ、諦めるな。ハイポーション飲んで、よし、株飲み、ヘルジェット、いやダメージでけえよマジで、アイスボンバー、あ、待て、チャンス、エアリス、ファイラー当たれ、これ当たるだろ、よしよしよし、ナイス、あと一押し、おら、無敵モード、いていていて、今押し切る、
バーストスラッシュ、ダメか。ちょっと待てよ、どうする。待って、リミット溜まってるけど、リミット通るのか。どうだ、うん、回復して、とりあえずヘルブレス。ちょっと怖い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 。チャンスを待とう、チャンスを待とう。リミットが通るチャンスを、当てられそうなチャンスを。やりつ、いやどうなんだ、リミットで5秒するのか、この体力は。ちょっと待って、バリアやめて、バリアマジ卑怯だってこれ。ほらもっと持てやす、あ、風属性になった。クラウドチャンスだ。マジック、え、ブリザーズじゃない、サンダラ。ほら弱点、よーししはった、倒した、あぶねー、めっちゃ強かった。あ、観客に被害が、おほほ、守った。クラウド、おお、さすがムービー中だと身体能力が上がる男、見せたねー、かっけー、完全に倒した。いやこれは文句なし優勝でしょう。合唱だったファンファーレが。ああ、その効果音って有名なんだこの世界で。あ、これは、お、ハイタッチ、ハイタッチ伏線だったのか、ここまでの。やったー。いや、ドレス一着手に入れるのに一苦労だな、マジで。やりました、マダムマム。お、アニアン、アニアンクーニャンだった。あの、絶対気に入られたじゃんこれ、アニアンに。珍しいね、あんたが目をつけるなんて。ミツバチの館いけるようになるんじゃない、これで。気になるのか。すげえ服だな、何それ、ニコロビンみたいな服着てる。バロックワークスにいた頃のニコロビンみたいな。胸元の感じが。よし、あ、もう戻されたのか、ここに。おお、すげえ、めっちゃ祝福されてる、ありがとう。え、こんな英雄扱いなんの、闘技場で優勝するのって。すごいな。その割にはサムってあんま人気なさそうだけどな。5回も優勝してるのよ、あの人。全然街の中でサムの話してる人いないし。あ、あれ、これ誰、あ、ジョニーの父ちゃんか。優勝おめでとう。あ、やっぱり見事な腕前でした。見てたのかよ。あなたにはぜひ息子ジョニーの好敵手となって切磋琢磨していただきたい。好敵手、互いに高め合い認め合う、なんだ、必ずや二人の間に真の友情が生まれるでしょう。どういうこと。いや、ジョニー探してここまで来たんじゃないのか。ジョニーに会えたのか、父ちゃん。普通に闘技場楽しんでるじゃないか。マダムマム優勝しましたよ。ドレス見繕ってくださいよ、手もみや。ガチャ、ついでに手もんでもらおうと思ってないだろうな、クラウド。目がキラキラしてるじゃないですか。来たね、お召し替えの準備は整ってるよ。あ、もうできてるんですね。でもその前にあんた仕事が早い。なんでも屋のクラウドだってね。お、なんでも屋、五番街ではずいぶんご活躍したって噂だ。あ、聞いてるんだ。人間働いてなんぼ。マダムマムのところにも評判が届いてるのか。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ。これサブクエやってないと聞けないセリフなのか。エイズにはとびっきりのドレスを用意するから。 ありがとうございます。楽しみに待っときな。よかったな、エアリス。さてと、話はここまでだ。え、ちょ、手もみ。着替えたら街の外には出られないけど。手もみって言ってそう。始めたっていいかい。あ、いいですよ、全然。着替えさせますか。はい、そうと決まったら早速取り掛かるよ。お願いします。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。てか手もみのさ、他のコース選べないのかな。どんどん、なんか五分五分コースとかって。せっかくこの町にいるってのに遊び方もろくに分かんないって面だね。いいなんで。興味ない。おい、今日ねまで言えよ。ねつけろ、お前。あんたみたいのは体使ってなんぼさ。体使ってなんぼ。ウォールマーケットでも振るってもらおうじゃないか。あ、サブクエですか、また。これが、あ、やっぱりな。今紹介できる仕事だよ。ウォールマーケットでもサブクエがあるんだ。私が揉んだその手、また揉んでください。擦り切れるまで使い倒してきな。はい。エアリスを待ってる間にサブクエこなせってことね。ついてきな。どんな服かな、楽しみ。なんかリメイク前だと赤いドレスだったよね。そうそう、その素人臭い化粧と髪も。ちょ、マムさん、がっつり手を入れるからね。ちょ、マムさん、俺にもやらせてくださいよ。マムさん、じゃあクラウド、後でね。おい、クラウド、覗くんじゃないよ。なんでそこで俺がやるって言えないんだ、お前は。
え、これできないの？メイク。ちょ、マムさん、マムさん、ちょっとメイク。あ、調べろよ。すいません、メイクさせてください。覗くんじゃないって言って。いや、覗きじゃないんです、参加なんです、これは。え、ダメなのこれ。いいだけだね。てへへじゃねえよ、クラウン。てへへのモーションやめろ。ちょっとしこいよ。ダメなのか。ちょ、エアリスのお化粧とドレスアップイベントあったらすげえよかったのにな。野村、インターナショナル版では期待してるぜ。じゃあ街に繰り出すか、クラウド。